ガリシア州内の一ラサは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカデベリンに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は1487人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は90.18%。ラサは、オーレンセ県の中部に位置し、コマルカデベリンに属する。北から西にかけては、ビラールデバリオと、北は、 モンテデラーも、チャンドレーシャで傾斜と、東は、ビラリーニョデ・コンソと、東から南にかけては、カストレー・ロドバルト、南は、モンテレー、クアレドロと、西は、サレアウスの、各自治体と接する。自治体中心地区は、ラサ教区のラサ地区。ラサは、ベリン司法管轄区に属す。住民は、10の教区の23の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア国民党のホセラモンバレアルノボ、自治体評議員はガリシア国民党6、ガリシア民族主義ブロック3となっている。ラサは10の教区に分けられる。フトジは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。